偉人だって人間だもの。生配信明日夜9時。明日は何の日、ぷっぷー。どうも、酒呑童子です。ヤンズサズグラドアカネです。明日は10月7日。どんなことがありましたか？こんなことがありました。じゃん、じゃん。何か気になるものはありますか？落札直後にシュレッダーで殺断されるが気になる。あ、裁断されるね。これ覚えてる？このニュース。知らん。もうバンクシーのさ、有名なさ、赤い風船に手を伸ばす少女がさ、あ、こっから繋がってるんだ。そうだよ。全部違う内容だった。1億5000万で落札したわけですよ、絵をね。そしたらその直後、ムイーンってシュレッダーが出てきて、絵がバーって切り刻まれてさ、下半分が。なんで？どういうこと？そういうなんか壊すことっていうのも、そのやっぱ芸術の一部みたいなさ。え、でも落札した人さ、これシュレッダーかけられたら困るじゃん、うん、そうなのよ。だからもうどうしようみたいな話になったわけよ。え、すごい嫌がらせじゃん。ただバンクシーの中ではそこまでが芸術なわけ。いやいや、お金出してるのにそれは、ね、なんかすごいな。なんか面白い、会ってみたいな。まあなかなか会えないけどね。面白いね。想像以上に面白かった。はい、そんな中から今回私が取り上げたのはこちらです。じゃん。辛い川柳が満開合わせを初開催。全然意味わかんないでしょ。違う、なんか漢字がいっぱい並んでるからさ、これ読んでもなかったわ、ここ。そっか。まあざっくり言っちゃうと、川柳が誕生した日っていうことです。うん、辛い川柳さんっていうのは川柳の生みの親なんですよ。川柳ってわかる？うん、なんか文字書いてるやつ。川柳っていうのは五七五の十七文字で作るんだけども、うん、同じ十七文字で作るのに俳句っていうのもあるよね、うん、この川柳と俳句の違いって意外とわからない人も多いと思うので、今日はその辺をご説明したいと思います。はい。俳句と川柳の大きな違いは、俳句には必ず季語っていうのが入るの。その季節を表す言葉がね、うん、そういうルールがあったり、その何々かなとかさ、何々なりとかさ、そういうの切れ字って言うんだけど、お尻の病気じゃないよ。いると思った。そういうね、切れ字って言うんだけど、まあそういうのが必要だって。切れ字？そう。結構ルール多いんだけどさ。うん、まあ川柳ってはもうとにかく自由。うん、だから使う言葉もそういう普段の喋り言葉みたいのでいいしさ。うん、で川柳って結構どっちかっていうと俳句よりさ、世相を表したりとかさ、うん、ユーモアとかダジャレをね、取り入れたものがまあ多いイメージがあると思うんだけど、うん、だからみんなこう親しみやすくて、そういうサラリーマン川柳みたいなのをさ、結構流行ったりするんだよね。うん、その成り立ちも違いがあってね、俳句っていうのは同じ五七五だけどさ、もともとはレンガっていうのがあってさ、うん、五七五七七のさ、和歌っていうのが最初あったでしょ、うん、でレンガっていうのは頭の五七五をまず誰かが読むわけ、うん、これを北句っていうんだけどさ、でそれに続く七七を次の人が読んで、うん、またそれに続く五七五を読んで、うん、でそれに続く七七を読んでみたいな、こうつなげていくのがレンガっていうのね、うん、で頭のそのホックって呼ばれてる五七五だけが独立して、ホックっていうのが俳諧ってなって俳句になってくわけ、うん、川柳っていうのはその逆でさ、うん、先に七七を読んでお題としてね、うん、その後にその前につく五七五を考えるっていうさ、うん、それの前句付けっていうんだけど、まあ、そういう遊びが流行って、そのうちにケツのさ七七を取り除いたさ、うん、五七五の方だけが独立したのが川柳なんだよね。うん、でこのね、満句合わせっていうのはそういうさ、最初の課題の七七があるじゃない、うん、でその前につく五七五、皆さんから募集しますっつってさ、うん、みんなから募集するのよ、うん、でその中からいいのだけを選んでこう配ったりするのね。それは満句合わせっていうのよ。その第1回目の満句合わせが行われたのがこの10月7日なんだよね。うん、辛い川柳が始めたその満句合わせっていうのがさ、うん、すごい人気が出てさ、うん、辛い川柳がね、選んだ句を集めたね、俳句柳樽っていう本がさ、うん、大ヒットするのよ、うん、でそれから川柳っていう呼び方が定着したんだよね。柳樽、そうそうそう。でこの最初にね、満句合わせが開かれた場所が、うん、蔵前っていう場所でさ、うん、そこにそのね、川柳発祥の日があったりするんだよね、今でも。
うん、でその近くのね龍宝寺っていうお寺に唐井川柳のお墓もあるんだけどね。うん、まあ、一応ほらたまにはこういうさ日本史的な話も入れたかないとね。うん、続いては10月7日に生まれた人は誰ですか。それがこちらです。じゃん、じゃん、知ってる人いますか。坂田敏夫さん知ってる。ああ、さすが大阪。ちっちゃい人だよ。アホの坂田。ちっちゃい人だと思ってテレビ見てたのにさ、うん、私より大きいからびっくりだよね。まあそうだよね。びっくりしたもん。はい、まあ、こんな方たちが10月7日に生まれました。はい、ハッピーバースデイトゥーユー。気持ち悪い。ということで明日は何の日、ブッピー、バイバーイ。